3.4メチレンジをキシメタンフェタミン、あるいは MDMA はアンフェタミンと類似した化学構造を持つ化合物である。愛の薬などと呼ばれ共感作用がある。幻覚剤に分類される。心的外傷後ストレス障害に対し、MDMA を併用した心理療法の臨床試験がアメリカ合衆国で進行している。2017年にはアメリカで、 画期的治療法に指定され、アメリカ食品医薬品局は承認審査を迅速化する。しかし、ほとんどの国家では違法であり、2018年現在、医療用としては認可されておらず、研究用に例外として認められているにとどまる。俗にエクスタシーあるいは、モリーと呼ばれている。エクスタシーなどとして、街角で売られる薬物は、様々な純度であり、 時には MDMA は全く含まれない。何がどれくらい含まれているか不明であり、過剰摂取の危険性が高い。一部では、休みなく踊ることが原因で、高熱や脱水症から死亡し、逆に、それに対処しようと水を取りすぎて、低ナトリウム血症で死亡している。心理学者のラルフ・メツナーが MDMA に対して、エンパーソゲンという言葉を作った。 同種の作用のある薬物として、MDA、マデアなども知られ、エンタクトゲンと呼ばれる。MDMA を臨床現場にて初めて使ったレオゼフは、患者に投与する際に MDMA をアダムと呼んだ。MDMA は、俗語で、エクスタシーと呼ばれ、英語圏では21世紀初頭には、本来の高揚感の意味と同じように定着している。初期の娯楽的な使用のための提供者は、 作用を適切に説明するエンパシーと呼んだが、後に潜在的な顧客により訴えかけるために、エクスタシーに決めた。他に E とか X あるいは X クと呼ばれる。モリーとも呼ばれている。これは2010年以降の故障であり、混ざり物のない粉末の MDMA を指しているが、しばしば別の薬物であるという報道がなされている。このような故障で、 街角で手に入る錠剤は、時には MDMA を全く含んでいない。日本語では、丸い錠剤が多いことからたままた X から転じて罰、ペケの属称をも持つ。世界保健機関の1994年の薬物に関する用語集、世界保健機関の疾病及び関連保険問題の国際統計分類第10版、アメリカ精神医学会の 精神障害の診断と統計マニュアル第4版において幻覚剤に分類されている。なお、化学構造からは精神刺激薬のアンフェタミン類に分類される。MDMA、MDA、窓、MBDB はフェネチルアミンの一群に属し、それらは同様の作用を持つことからエンタクトゲンと呼ばれる。常温では白色の結晶、または粉末。 分子構造はメタンフェタミンに類似し、メタンフェタミンのフェニル元の一部を置換したものと同一である。このため MDMA もメタンフェタミンと同じく光学異性体を持つ。MDMA は脳内のセロトニン等を過剰に放出させることにより、人間の精神に多交感、他者との共感などの変化をもたらすとされる。MDMA を傾向的に摂取すると三十分から一時間ほどで、 前述のような精神変容が起こり、それが4から6時間程度持続するとされる。典型的な幻覚剤とは異なる心理的作用を有する。MDMA は認知と社会的相互作用に影響を与え、開放性や感情への反応性を増加させ、他者への親近感を生じさせる。使用者はおしゃべりで有効的な感じになったことを報告するが、一方、 制御できないという不安を経験することもある。MDMA はオキシトシンの放出を増加させる。並行して神経生物学的領域における研究、神経ペプチドのオキシトシンとバソプレッシンによる人間のつながりと触れ合いの影響についてのものが進行している。オキシトシンは哺乳類におけるつ蓋いの形成や社会的所属と関連している。 人での作用量を上げる。臨床試験の治療抵抗性の心的外傷後ストレス障害における使用量は体重 1kg あたり約 2mg 以下である。同 1mg から知覚や認知や気分に変化を生じさせる。P ハケルには80から 150mg と書かれている。街角のエクスタシー状剤では一乗ごとにも含有量が異なり。 最も少ないものと多いものでは7倍の差がある。経験豊富な使用者では増やす場合があるが、動物実験にて耐性が生じるため、耐性が原因であると考えられる。MDMA の過剰摂取は重篤な状態や死亡につながることがある。また、エクスタシー状剤が混じり物のない MDMA を含んでいることは少ない。未知の薬物では致命的な過剰摂取につながることがある。 作用開始は、投与から30から45分後であり、ピークは90から120分、3から6時間後に、投与前に戻る。MDMA の半減期は、約7時間であるが、代謝産物の MDA は16から38時間である。高レトロウイルス薬やモノアミン酸化酵素阻害薬との、併用は、命に関わるような高血圧を引き起こすことがある。MDMA は、 サイプ 2D6 で代謝される。過去には様々に用いられたこともあったが、それらは二重盲検など、現在の科学的研究における最良の慣行が行われていない。その初期から治療の可能性のある薬として認識されていたが、MDMA は医療用途がないというスケジュール I に分類されており、しかし証拠はスケジュール2に移動させるのに十分であり、そうすることで、 治療抵抗性 PTSD を有する人など、深刻な精神障害のある人々への医薬品を解放することになる。アメリカでは、心的外傷後ストレス障害に対する MDMA を併用した心理療法の臨床試験が進行しており、大通商の4つの試験では、慢性的 PTSD を患う体役軍人や警察官や消防士を含んでいた。 2016年11月には第3章の臨床試験が承認されている。2017年。2017年の夏季にアメリカ食品医薬品局はこの治療法を画期的治療法に指定した。重篤化、命に関わる病気で予備研究の証拠が既存の治療法よりも大きく改善することを示している場合に指定され、指定されると FDA は 審査を早く行う。予備研究では、キャプスという PTSD の症状の評価尺度にて、79点台の症状は MDMA 支援心理療法53.7点の低下、心理療法のみでは20.5点の低下であった。さらに、症状の改善は3.8年継続されている。比較として、セルトラリの PTSD のための FDA の 臨床試験では10.2点の低下である。これらの PTSD は平均19.5人の治療抵抗の期間を持ち、MDMA 支援心理療法の治療から4年後に2人が再発したが、症状の改善は維持されていた。2018年のメタアナリシスでは、MDMA を使用した心理療法は持続エクスポージャー療法よりも効果量が大きく、また脱落率が はるかに低いことが明らかとなった。こうした PTSD に対する医療用途に対する報道はアメリカでは後半になされており、2010年に少なくとも138以上のメディアで取り上げられている。イスラエル、スイス、カナダでも臨床試験が行われている。イギリスでも標準的な国民保険サービスの診療所にて、このような治療を提供できるようにと研究が、 進んでいる。試験はテレビで放映もされた。薬物に関する独立科学評議会ドラッグスライブ参照。アメリカで成人の自閉症の患者の社交不安及び癌患者の抑うつに用いる臨床試験も行われている。MDMA を併用した心理療法は偽薬対象の20盲検で行われ、2018年の結果は12名と小規模だが、 自閉症の社交時の不安の持続的な改善を示している。自閉症の中核症状である社会性の問題は、集中的な行動介入によく反応し鍛えることが可能であることが実証されているが、薬としては見つかっておらず、社会的動機と社会的認知を高めるような高社会的化合物として、オキシトシンとバソプレッシンともに MDMA は注目される。 また、アルコール依存症を治療する試みも予定されている。MDMA は、娯楽的な薬物としての側面も持ち、薬物乱用が社会問題化したこともあって、各国では法規制されている。アメリカ合衆国での2011年の全国調査から、12歳以上の約1450万人が、生涯において MDMA を一度は使用していると推定される。 赤毛猿における動物実験では MDMA の自己投与は継続的に維持されなかった。他の研究では月肢類にてコカインにて報告されている強い強化因子とは異なり弱いとしている。霊長類及び月肢類における MDMA 自己投与の研究を探索し、大半の研究にて他の薬物よりも強化因子として弱いことが見出された。 頻繁に使用する人でも他の薬物に見られるように集中的に使用するということは見られない。MDMA はアルコールやタバコ、ヘロインなどと比較した時依存性が低い。エクスタシー錠剤。こうした街角で入手されるエクスタシー錠剤は MDMA が全く含まれない場合がある。エクスタシーの鍋での販売は錠剤花粉末か様々な成分、また色や形。 ブランド名によって発展してきた。結晶上の MDMA。変質前は典型的には白色。1990年前後の初期の時代にはエクスタシーは白や色のついた小さな錠剤であったが、1990年代後半から世紀が変わる頃には多種多様な色や形を持ったブランディング現象が生じた。こうしたマーケティング現象は、 エクスタシーが初めてではなく LSD の長い歴史を持っている。LSD では虹やピースマークの記号といったヒッピー風であるのに対し、エクスタシーではルイ・ヴィトン、モトローラや三菱といったブランドであり、中流階級的な社会が反映され、特定のブランドに人気を示す場合がある。サンフランシスコのベエリアでは混ざり物のない MDMA だと供給者が主張する。 粉末状のエクスタシーには、錠剤以上の人気がある。エクスタシーとして、街角で売られる錠剤は、様々な純度であり、時には、MDMA はほとんど含まれないか、全く含まれない。北米での2007年の調査ではわずか3%だけが、混じり物のない MDMA を含んでいた。e c s t a s y d a t o r g のデータから推定可能であり、 2012年12月から2013年4月の間の65種類の錠剤及びカプセルからはおよそ半分は67%以上の MDMA を含み半分はそれ以下で多くの場合は全く含んでいない世界の多くの地域で2010年代にエクスタシーとして販売された多くの錠剤には MDMA 以外の物質が含まれているそれは既存の違法な薬物や 新規抗生死薬、またカフェインやエフェドリンである。MDMA でなく、MDA、窓や、MBDB を含むことがある。また、全く作用が異なる薬物を含むことがある。2014年の国連の報告書では、アジア、アメリカ、欧州とで、メダンフェタミンやケタミン、アメリカでは 2CB、アジアでは JWH-0H8 などが検出されている。 ダンス政府という団体は、薬物の使用が避けられないという前提の上で、悪影響を最小化するためのハームリダクションや、教育を重視しており、サイト上で薬物を検査したり、ナイトスポットで活動している。音楽フェスティバルにおける、そうした、取り組み関するドキュメンタリーも作成されており、売人から買った薬物には、メフェドロン、カフェインなど何が混ぜられているかは不明であり、 モリーとして買った薬物から合成カチノン類が検出された。1994年のアメリカの第大相の臨床試験では、体温、心拍数や血圧の上昇が報告されたが、一過性で許容できる範囲である。2014年11月の時点で、第大相性と大通相にて合計1133人の被験者に投与されており、重篤な有害事象は、 継続的な調査の中では報告されていない。エクスタシーの使用者は、翌日の欲打つ気分を報告する。異常高熱は、水の入手手段がない暑い空間で活発に踊るなど、医学的監督下にないエクスタシーの使用によって生じ、稀なものであるが、最も頻繁に報告されている。その一方これも稀であるが、必要な電解質を摂取せずに水を摂取しすぎて、 水中毒となり低ナトリウム血症にて致命的となりうる。また過剰摂取は重篤となりうる。議論の中心は MDMA に脳損傷を引き起こす神経毒性があるかどうかである。動物実験では人での娯楽的な薬物としての使用よりもはるかに多い使用量で生じることが見出されているし、感情や記憶の障害を含む機質的な損傷や 精神医学的な損傷を報告しているが、頻繁に欠陥のある研究手法、疑わしいデータの解析、偏った結論から引き出されている。定期的なエクスタシーの使用者に関する報告が否定的な影響を示唆しているが、エクスタシー錠剤には MDMA 以外の薬物が含まれ、またそうした使用者はエクスタシー以外の多剤を乱用しているため、 MDMA が特異的な原因となっているのかは不明確である。海外で行われたレイブパーティー等では時々死亡者が出ているが全体としては少数である。日本では2010年に東京23区内で死亡した死因不明の異常死が司法解剖された5年間で計13,499名の調査がある。2009年から2010年の5年間で MDMA6 件、比較のために挙げると、多いものは、処方繊医薬品が3337件で、精神科の薬が多く、酒は3018件である。1912年、ドイツの科学メーカーメルク社によって、工業庫薬を特定するためのプロジェクトの際に、合成され、特許が取得された。後に、合成した科学者による特性の試験が行われたが、 会社の関心を引かず、それ以上のことはなかった。食欲抑制剤としてという説もある。動物における毒性研究は、1950年代に米軍の支援によってミシガン大学でが行われ、後に機密解除が解け、1973年にハードマンが出版する。1967年にアメリカ軍による機密扱いが解けた。 元田オケミカル社の科学者であったアレクサンダー・シュルギンによって MDMA が再発見されることになる。1978年にはアレクサンダー・シュルギンらによる幻覚剤の精神薬理学にて人における主観的な作用に関する初の報告が行われた。シュルギンは先に1967年に MDA が真相にある感情への接近を容易にするため、 心理療法に有益である可能性を報告していたが、この点で MDMA は MDA より優れていたと評価した。心理学者のレオゼフに紹介し、臨床現場での使用が始まった。1970年代の半ばに研究が開始され、初期の研究者は従来の治療に反応しないうつ病や、心的外傷後ストレス障害といった治療に用い、数千の患者に投与されたが、 系統的な研究はなかった。1980年代初期にはアメリカでの娯楽的な薬物としての使用が広まる。1985年にアメリカ麻薬取締局が MDMA をスケジュール I に分類し、1987年から1988年の短期間を除き、アメリカではこの分類が継続されている。ラブパレード。 1990年代には100万人以上を動員した大規模な霊部はドイツのベルリンにて行われる。1989年にベルリンの壁は取り壊されたが、それまで壁は1945年から資本主義の西ドイツと共産主義の東ドイツを分断していた。その後にスペインのイビザ島での塩から世界的に広がり、イギリスのクラブシーンや霊部では、 若者の第一選択役となった。アメリカでは10年後に国内のレーブシーンが登場するまで主流の位置は占めなかった。欧州では近年では価格の低下により若年層への普及が懸念されている。2010年代ではマイリー・サイラスやヒップホップのスヌープ・ドックなど多くの歌手が歌詞にモリーを登場させている。エレクトロニックダンスミュージックのウルトラミュージック。 フェスティバルマイアミでは、歌手のマドンナは聴衆に向かって、この中で、モリーを見たことがある人はどれくらいいる、と語りかけた。彼女は、MDNA というアルバムを出していた。2013年には、アメリカで6回分摂取したロトンドが死亡し、音楽フェスティバルが閉鎖された。2015年には、オランダの青年自由民主党は、音楽フェスティバルでのエクスタシーによる死亡を踏まえて、 危険性をアピールするために、アムステルダムに1日限定で、エクスタシーショップを開店した。偽薬が販売されたが、アピールには批判罪化の議論が含まれ、違法な売人から買うよりも、害を最小化できるというハームリダクションの考えを、議論するための署名を求めた。2016年夏には、ダンス政府の創始者、エマニュエル・スフェリオスの作成したドキュメンタリー映画、 MDMA ザムービーが公開される。映画は PTSD に対する MDMA を併用した治療の研究や MDMA の歴史を取り扱う。ありがとうございます。